でもまあ都市型市民にとってはまあうちが言ってることは芝居にしか聞こえないんですよね。例えば演技にしか、それやったら山本太郎こそが演技してるんだよ。橋本徹こそが演技してるんだよ。吉村博文こそが演技してるんだよ。もちろん松井一郎も演技熱さしてるやん。演技の塊やん。な？うちが言ってることは真実なんだけど、あなた方にとっては、ぽい演技にすぎない。なぜかというと、あなた方が演技したがってるからや。劇団志望みたいな。劇場に出たいな、思考界隈のあなた方は。じゃあ YouTube は劇場ですか？ SNS は劇場ですか？うち全然そんなふうに思ってへんねんけど、あなた方はそういうふうに思ってんねん。な？で、参加したいと思ってんのか、なんかわけわからんやろ？鑑賞したいとか。でも、演技じゃないねん、芝居じゃないねん、劇場じゃないねん、人生は。あなた方はあの人生を垣間見てるだけやねん。こそーっと。そんな見せんといてと思うよ。それ見せるツールやねん、実は。SNS って。YouTube、SNS の一種やねん、実は。ソーシャルメディアの一種やねん。ソーシャルメディアって公共の放送っていう意味はあるけど。それは公序良俗違反はすべからずって意味に過ぎない。実際は個人通信ツール。の拡大版というか、どちらでもないね。公共放送でもないし、電子メールでもないね。両方の機能は持ってんねんけどね、実は。なぜなら、公共の団体も SNS 発信してるからやねん。でも、彼らとうちとは全然違うねん。当たり前。みんなそうやろ？じゃあなんでそんなに劇場思考回路とか、劇場、劇団志望なんですか？脅威やからね。肉体に表意してるだけ。肉体を桟敷席にして見てるだけなんじゃん。桟敷席ってなくても、ね、客席やと思っても。あなた方、肉体のこと。そんな人たちやな、あなたたちは。肉体が変わったやな、うちの分身たちは。で、肉体に嫌われるで、自分は。だから虫が嫌なんでしょ。自我がおらんかったら、実は虫なんか平気かもしれんの。というか、自我おらんかったら虫なんかたからんかもしれんの。自我が、他人の自我が肉体を食い物にしてるような肉体が虫にとっても美味しいんちゃうんだら。で、バレるやん。稲荷ちゃんバレるねん。そういう形で。そう思うかもかゆいよ。だけど、稲荷でやってられるかいな、あの仕事。な？それ工場労働とかそうよ、本当に。本当に緻密な作業もそうよ。伝統工芸は、まあ、いざしら。ずーっと同じものが先祖の代々、全く同じ型のものを作っております。これは、稲荷っていうか、先祖稲荷の余地があるわな。先祖稲荷だったらまた、他の稲荷とか、他の生き物の稲荷とはちょっと全然違うもんね。でしょ？じゃあ、例えば、初夏ったら、習字の先生、習字の大家の家柄があるとしたら、先祖代々全く同じ字を書くんですか？面白そう、それ。ある意味すげえな、それ。どう思うかの主観の世界だよ、そんなんな、決めたら。だから、結局ね、あなたたち、にとってはただ見てるだけやからそうなるんですよ。で、実際に参加しますと言ったら、うちに接近するやろ。それが間違いなっちゃうかな。そんなものじゃないのよね、実は。でしょ？だってうちの人生そんなんじゃなかったもの。ね？でもうちはこういった類の説教を延々受けてきた。で、SNS 時代に、ここぞとばかりにうちが受けてきた説教を皆さんにお裾分けしてるだけやんけ。そんなとそんな風に強く言うなって言っちゃうね。撤去された内容を、マジ生きてん。あ、そういう意味か。やっと簡単な撤去、うーわー
ていう人生を生きてきて、だから、あ、わかるわかる、そうだねとか、あ、説教聞いてか、あ、そうだったよね、人生まさに、じゃないねん。じゃないねん。説教を受けた内容が、その後の人生に襲いかかってきてん、現実の出来事として。その説教が身をもってわかるような、うわぁ、言われた通りって今気づいた、うわぁ、みたいな人生やってん。まだ50歳ですけど、もう50歳やね。50歳で、これぐらいの経験してる人はざらにいます。でも、こんな風に表現できる人はまたと言いません。こんな風に表現できる人は、うちと同じような経験は多分してないでしょう。同じレベルのありとあらゆる広さの深さ。なぜなら、私はあなた方の種だから、広く深く、そしてすべてほどほど。